はい、どうもタンタンです。今日はフェイマスいろいろとご紹介しております。こちらのモデルが、FS の220というモデルなんですけれども、ですね、まずヘッドからいきましょうか。このシリーズ、トップ短板シリーズ、これにはね、この昔ながらのこのフェイマスロー、これが付けられておりまして、14フレットジョイントですね。はい、ソプラノサイズ、トップがスプルース短板、サイドバックはハワイアンコアの合板を使ったモデルですね。まあ、トップだけとはいえ短板を使うことでやっぱり響き、鳴りの面ではね、すごく、しかもスプルースなんで非常に音量があって鳴る。ハイポジションまですごく綺麗に音が出ます。やっぱりコアのモデル、マホガニーのモデルなんかに比べるとちょっと太めでボリュームがある、これがこのスプルースのサウンドの特徴かな。やっぱりキー自体が少し柔らかめだと思いますので、響きがすごく豊かで迫力のあるサウンド、この大きさサイズ感なんですけれども、そういったサウンドが楽しめる、そんな一本かなと思います。はい、ということでこちらフェイマスですね。フェイマスのソプラノサイズ、FS の220、トップがスプルース短板で、サイドとバックはハワイアンコア後半を使った一本でございます。はい、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。